レオン・ゴーモンは、フランスの発明家、実業家で、映画産業の先駆者であった。パリに生まれ、バールケンサン・マキシムで没した。1930年代のゴーモン家イリー・エーシャキ。ロンドン映画博物館。パリのベルビル墓地にある、レオン・ゴーモンの墓。レオン・ゴーモンは、フランスの映画制作会社ゴーモンを起こした人物であり、同社の起源は1895年7月に、 設立されたエルゴーモ門社において、ゴーモンが写真の総合紹介を謳って、光学機器や写真を扱ったことに遡る。ついでゴーモンは、逆回転ができるカメラなどを含めた、A 社機や撮影カメラの製造や、ジョルジュ・レムニーのクロノフォトグラフィの商業化に乗り出した。こうした機器類は、ゴーモンの女性秘書で、史上初の女性映画監督となったアリスギーが、 制作したデモンストレーション用の映像が付けられて販売されていた。1900年の時点で拷問は映画制作、上映館のネットワーク、そして配給体制をすでに開発済みであった。この当時から拷問は音声付きの映画や色付きの映画にも関心を寄せていた。1 9十一年新設されたパリの拷問パラスは三千四百人を収容できる。 世界最大の映画館となったが、後にはさらに回収されて6000人を収容できる規模となった。1930年、レオン・ゴーモンは会社の経験を失い、1934年には破産をしてしまうが、1938年には新たにゴーモン新社を再建した。レオン・ゴーモンは、1883年に建てられた、タチ・レッゥアルを構えていた。 サンマキシムにしばしば通っていた。この邸宅は、客をもてなすのに用いられたほか、映画の撮影にも用いられ、ルイ・フィアード監督によって1916年にサンマキシムで一部の映像が撮影された映画、ジュデックスにも使用された。エスペラントの支持者であったゴーモンは、この国際言語を教えるための短編映画を制作し、1911年に、 アントウェルペンで開催された第7回世界、エスペラント大会において上映した。レオン・ゴーモンは、サン・マキシムで1946年に没しパリのベルビル墓地に葬られた。その墓には、夫人と共に、裁判官であったジル・ブー・ルーク、弁護士であったピー・ブルークも一緒に収められている。パリ20区には、レオン・ゴーモン通りと名付けられた街路がある。ありがとうございます。